放送席、勝ちました東京ヴェルディ松田丈夫監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。3対2ということで点の取り合いとなりました。試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、自分たちのリズムで進められる時間というのがもう少し多く作りたかったんですけど、そういう意味ではやはり最後バタバタしたなという印象ですね。今日の試合に向けては守備をかなり徹底してやられたということなんですけれども、今日に限らずやはりその守備をベースにしたというところで、チームが今いい状態になってきているので、そこはもう基本に考えてました。今日3人の選手ゴール決めましたが、全てのゴールいかがでしたか。そうですね、その選手のシュートももちろん素晴らしいですけど、全員で取った点だと思うんで、そういう意味では全ての選手がよくやったなって評価してやりたいです。今シーズンも残り1試合になってしまいました。最終戦に向けて一言お願いします。1年の本当に集大成になると思うんで、その試合にベストを尽くして、多くのサポーターの前で試合できるんで、全力で頑張りたいと思います。そのサポーター、今日大勢の方詰めかけてくれました。では最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。もう本当にサポーターの力っていうのが、我々には、すごく、力になってます。で、最後に、本当にみんなの前でヴェルディらしいサッカーを見せたいと思うんで、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。松田丈夫監督でした。ありがとうございます。続きまして土屋選手です。先制ゴール、ナイスゴールでした。ありがとうございます。いかがでしたか、あのゴールは。いや、もうハトさんからすごいいいボール来て、いいタイミングでジャンプできたんで、いいゴールでした。今日の栃木戦、どんなところを意識されましたか。そうですね、栃木さんの方もね、ホーム最終戦で、アグレッシブに来るって分かってたんで、それを受けないようにしっかりとした形をね、自分たちの形を最後までやり続けようということでやりました。数的優位の中でしたけれども、この3対2という得点はいかがですか。そうですね、数的不利の中ね、すごい栃木さんの方がね、すごいしっかり走ってきて、最後まで諦めないね気持ちを出してきたんで、その中でね、2失点目ってのは本当いらなかった失点であって、それが自分たちの悪いところでもありなんでね、そこを、ね、やっぱ直していかなきゃいけないと思います。では最後にホーム最終戦ですね。次の試合に向けて、最後の試合に向けて一言お願いします。そうですね、なかなかうまくいかなかった時もありましたけど、またこう今年最後の試合をね、ファンの皆さんと勝利で飾りたいと思うんで、ヴェルディをね、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。土屋選手でした。続きまして川野選手です。2点目ナイスゴールでした。ありがとうございます。いかがでしたか、ゴール決めて。ずっと前半からシュートなかったんで、後半打ってっていう指示があって、振ってよかったです。今日の栃木戦、どんな思いで臨まれましたか。最終戦出れないんで、今日最後の試合なんで、やりきろうかなって思ってました。20歳以下の代表戦、こちらの遠征の方も本当に頑張ってもらいたいと思いますが。そうですね、最終戦出れないし、あっちでアピールしてレベルアップして帰ってきたいです。ではサポーターの皆さんに最後一言お願いします。最後出れないですけど、昇格もできず終わりましたけど、最後まで応援してくれてありがとうっていうのを言いたいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。川野選手でした。東京ヴェルディの松田丈夫監督、そして先制ゴールを決めた土屋選手、2点目を決めた川野選手のインタビューをお送りしました。